いやあ、切つな圭介でだよ。次の日、猫の日回帰、怪奇譚今回はこのゲームやっていきたいと思います。結構みんな知っとるかもしれません。次の日シリーズ。俺もこれまで前作やってきたんですけども、これの新作が半年ぶりに登場しました。今回はね、えっ、ー、と、2月22日、猫の日を記念して、猫が主人公です。 収録してるの猫の日終わった後なんですけどねこれまでズグの日の主人公ってみんな人間かもしくは幽霊だったってパターンもあるんやけどまさか人間以外を主人公に持ってくるっていう発想はさなんかありそうでなかったよねこれまで猫が主人公結構ある意味斬新かもしれんな新しいズグの日の形が見えるかもしれんなやっていきまーすお散歩 注意、まあ、見た通りね、見た通りわかると思うんですけどね、ホラーゲームなんでね、ちょっと苦手な人はご遠慮くださいって言いながらも見てほしいんで、多分ね、まあ、毎度毎度このつの日の実況を撮ってです、ね、投稿したらね、ホラーゲームなのに、雪つさんの、雪つさんのトークで面白く見えてますっていうコメントが、毎回毎回1個は載るんでね、多分大丈夫かと思いますんでね、ホラー苦手な人もバンバン見てくださいね。 再生回数、一人10回ぐらいをノルマたちますんでね。お散歩のさせ方。このゲームね、俺はパソコンでやってますけど、スマートフォンの方でもできるみたいなんでまあ、興味があったらやってみてください。ということで、こんな感じ。猫の影映っ,ったね。この散歩のさせ方のさ、やり方もね、<laughs> 猫が見てるからね。猫が猫を散歩させようとしてるからね、これ。 猫視点やけんこう、こういう低い姿勢、低い目線になります。このね、つぐの日名物、横からの見る、プレイヤーが見る視点になっておりまして、それでキャラクターを左に動かしていくっていう、これがい,いつものつの日のお、けどほんと斬新やな。猫視点の、視点の高さになるわけやけんさ、これまで見てなかったっていうか、 気にしてなかったああ猫よけ。<laughs> 実は効かない猫よけ。<laughs> この視点になるんよね。うわ、これやばいぞ。毎度毎度、通の日って言って、あのー、向こう側、もうキャラのさらに向こう側あたりに幽霊とかがバーンって出てくるんですけどね。いつもそうなんやけど、これ、このペットボトルに浮き出てくるパターンがあるよね、これ。わ、車が通った。車が通ったらこんな感じになるんよな。この低い視線やけん。 これちょっと面白いアプローチな気がするぞ、俺。猫よけが二つ目。三つ。でかいペットボトル。<laughs> 泣いている。野良猫って、なんこれタッチ。え、奥行けんのあ、そっちに見えるんじゃ。視線をそっちに向ける感じ。暗いな。まあ、次の日じゃよくあること。 向こうになんかちょっとうっすら見えとるな。猫の形で。鍵が見える。何ほんとに鍵が見えたなのか <laughs>。俺のディスプレイそんなに掃除せんけんさ。もしかしたらゴミがちょっと、偶然猫の形に見えとったかもしれん。<laughs> 掃除しよう。後でちょっと濡れた雑巾持ってきて掃除しようかな <laughs> あ。あ虫がついてる。 なて虫だこれは <laughs> あんまり名前知らないようなやつやなあんまり知っとってもしょうがないやつやな <laughs> 突然目の前出てきてキャーってなるやつやな <laughs> <laughs> そういうタイプの虫だなおなんだなんあっ人がおる人じゃないし <laughs> <laughs> ちょっとスカートに見,見えたいやこれは すごい高貴な服装だなと思ったやん <laughs> ドレスっぽく見えたやんや、これ。あ、でもさ、猫のサイズくらしてありえんよな。こんな人、のサイズ小さいわってなる <laughs> お人形さんかってなるもん。こカラーコンか、これ。そうか、猫の目線やけんこういう感じで見えるんだよな。ほんと斬新。猫を主人公にしたことで斬新な目線が味わえるんだよ、今回の次の日。面白いで。こんな感じで見えるやな、猫って。 なんだこの BGM はそりゃまだ幽霊一人も出てきてないよななんか怪しいゾーンある怪しいゾーンがあるなんか異空間に吸い込まれそうなこういう感じのうわーな感じのところがあるぞお前うわーほんまに異空間が広がってなかったですね <laughs> いたって普通だったわなんかちょっとなんか怪しい感じがあったけどね <laughs> な,んかなんつうか虹っぽくちょっとコンクリー以外の色が見えたんやけど 別に何もなかったんかい。<laughs> 何もないんじゃ。あ、でもあれか。ああ、あくびしやがった。<laughs> 俺の投稿を要するにあくびしやがったわ、こいつよ、お前。<laughs> 猫って気まぐれない生き物だからね。けどあれか。次の日、毎度毎度一周目は何も出てこんのよな、確か。これが、次の日って出てくるんよな、いつもは。次の日。これが、いつものボタンやけん、これが、まあ、いつも通りか。 毎度毎度こんな感じです。ほら、来た次の日、でもこの、この文字とこのバックのよイラストは多分これ使い回しだと思う。<laughs> 前作のあの、閉ざされた、まあ、未来でもこんな感じだったと思うけど。<laughs> 多分使い、使い回し。<laughs> 言っちゃあるやけど。こっからよ。この次の日が来たところからさ、なんか色々見えてくるよね。 昨日は見えんかったもんがいろいろ見えてくるんよね。さあ、来ますよ。どこから来るかわからんけど、来ますよ。浮き出てきそうやな。なんか。お、ちょ、ちょっとちらっと見えたぞ、お前。なんか見えとるぞ。なんか、白猫が前に出るためにちょっと引っ込んでおったけど。あ、こんなカゴなかったぞ、昨日。ペットボトルのゴミ置き場か。 全然入ってない <laughs> もう猫よけとして使われてるもんあ不気味やなこの背中に顔みたいに見える模様が見えるような虫うわあそういう感じか <laughs> <laughs> 猫はビクッてだったけど俺もそんな気分じゃはい今のでちょっと猫ちゃんの機嫌損ねました猫って一回機嫌損ねたらちょっと立ち直るのに時間かかるイメージがあるんですよ私猫飼ってないけど これちょっとさ、虫嫌いの人にはちょっときついだろうな。俺はどっちかって言ったら虫得意な方なんやけど、それでもビビったもん。あ、まだ猫の声。いざなってるなけ。今回の幽霊役も猫なんか猫の幽霊がおるんかゴ,ゴミを追わないかなんかゴミを追わないかおい。<笑><笑>この辺やけにゴミを追わない。 昨日なかった今日ゴミの日なんじゃ <laughs> 今日ゴミの日か別にいいやそんなのそれと別にいうでもいいやそれはネクロの主張がすごい激しくなっておりますいたーしかし無視しました何もなかったの行動を無視しました 猫っていろんなものに結構敏感に反応する生き物だと思ったのに、それは無視しました。<laughs> よっぽど切り食わないんでしょう、う今の声が。なんて言ってんだろう猫の言葉で。なんて言ってんだろうか。キャッチセールスを無視するかのごとく無視しました。多分そういう疑いの言葉をかけられたのでしょう。う猫の言葉で。さーて、3週目。あ、まだ虫飛んでくるんじゃないの 来るぞ来るぞ来るぞ来ませんでした <laughs> あー食べちゃうパターンのやつそんな食べる方がいいと思うのそういうのは猫って虫食べるってよく聞くけどさあんまり食べても美味しくなさそうなタイプの虫だと思うよな俺は猫の気持ちもわからんけどそんな虫食べたことないけどタイヤあ車かあ匂ってるあガソリン臭いよねどんな感じ臭いディーゼル車臭い リアルホイールリアルやな。質感がすごいわ出てくるよ。鉄柱ホイールってとこかなこれは。多分スチール対、スチールのホイール。映ってますね。おい白い猫お前。シニの猫。こっちの猫の子がなんかちょっとイケメンに見えるぞ。割と。割とイ,イケメンに見えるぞお前。素通りです。 猫って幽霊見えるって聞いたことがあるような気がするけど、この猫は例外でした。バッテリー。あ、トラック系のやつだね。トラック系の車やね、これ。トラックの車って結構この左の横っかにバッテリーが積んである車が多いからな。俺よく知ってるんだ。トヨタでいう、タウンエース、タウンエーストラックとかそのあたりか。よく知ってるだろう。 <laughs> どうでもいいだろう、車の知識なんか。わあ、ちょっとかぶってるかぶってる、だぶってる。猫のタレパンダみたいな感じのやつはお前。タレパンダみたいな猫の幽霊おるぞ、お前。<laughs> そして猫の集中が今回も、今日も行われております。ホイール交換すればいいように、こんないさびとんやけん。 なんかこうでもしてんのかなどうした何今の動作ちょっと猫を飼ったことないけんこんな動作するんかなってちょっとよくわかんないけど。 鼻がむずかゆくなってるねーりーかれてるのせてってやんちゃんそうすなかいのせてってやんちゃん目が極まりない次の日もう来たよ どんどんこのさ、日常が侵食されている風景が見えてきたよ。これはもう、次の日じゃよくあること。んなんかちょっと猫の挙動が不信感がある。おかしいぞ。中に取りつかれたみたいな感じ、取りつかれてたな、そういや。<laughs> つい今さっき取りつかれてたな。<laughs> 乗せててや、あんちゃんっていう、すごい迷惑ない人が背中に乗ってたな。こっからどんどんね、主張が激しくなってくるんだよ。 この世界のね、見えちゃいけないものの主張が激しくなってくるんだよ、この辺りから。もうとにかく、おい、もうバリバリ出とったやんお前。<laughs> バリバリかぶってきとるもん、もう。お前のことはうつさんぞと言わんばかりに。猫の顔もすごい不機嫌そうなっていうか、つらそうな顔をしておりますからね。そしてこの猫よけのペットボトルにもなんか猫の幽霊か、これは。猫か、これ。 けど、なんかすごい見えちゃいけないようなものが見えております。なんだこれはソーマ糖かソーマ糖が見えるなのかペットボトルのソーマ糖か <laughs> そして自転車。これはよくありがちやけまあいいや。ちょっとなんか息き辛い。風邪気味か猫って風邪引くな引くか。ふふふ。 そうして、ペットボトルの走馬灯がここにも、もう四季を感じているペットボトルたちがここに並んでおります。猫よけに使われた後は多分リクサイクルされると思うから新しい人生を歩めるよ。ペットボトルグッドジョブ。<laughs> さて、真っ暗ですね。ペイ、いやいや、猫よけきすぎだろ、お前。<laughs> これ本当に猫よけとして置かれてるのかちょっと不安になってくるレベルです。え、ペットボトルの避難。今日ゴミ、ゴミ捨ててペットボトルの避難。 てかかでいペットボトルばっかやなお前 <laughs> うわペットトボルの相馬灯がすごいこちらに主張が激しい主張が激しいペットボトルの相馬, <laughs> 馬灯が主張が激しい <laughs> あーどんだけ今の今生に恨みを持ったペットボトルなん <laughs> 中身を飲まれたあげくただ捨てられるそんなペットボトルの気持ちになってあげてください皆さん 俺はわかりませんペットボトルの気持ちなんてペットボトルになったことないから先 <noise> がこのさ猫の声が聞こえてくるのは何なんだどっからだれ <noise> わーちょっと待って通りつかれてる通りつかれてる <laughs> 通りつかれてるお前半分くらい乗っ取られてるじゃないかお前 はがれのれっきい地図でこんなやつ出てきた気がするぞ、お前。<laughs> もう一つ一つの顔が助けてとかさ、すごいグロテスクな言い方で言うてくる。つぐの生きたーグー伸びすぎじゃ <laughs> グーが縦に伸びすぎじゃお前。グミか <laughs> だからか。そうか。だからこんな。 つらそうな顔してんじゃこの猫も,もうやばいなこれ見えてない部分全部おお出張が出張が激しいけど多分目が赤いこと以外はよくもしかしたら,のら集団の乗れぐるにありがちな時期か,らかもしれんからこれはこれで可愛いと思っているなぜかなぜか可愛いと思っている赤い目を覗いたらまあそうですねあーちょっと待ってあー結構出張が激しい 猫の声の主張も激しいよ。おーいなゴ <laughs>、ね、キブリ1匹おったら10匹おると思えみたいな感覚でおるなお前は <laughs> お前らは猫だろうが。レッドアイツホワイトキャットやの <laughs> ここまで来たらさ、<laughs> 地域の住人よりもさ、猫の方が多いパターンのやつだん。 こいつなんかやもう率先して前に出できとんじゃねえかお前 <laughs> 他のやつらはとりあえず顔だけだ人通りでさもうほぼほぼ出とんもんこいつっに感じしてんわ <laughs> けど猫やけんか知らんけどさ割と怖くないよな <laughs> このピッチャーやってさぶっちゃけスルーしてスルーしようと思えばスルーできるようなもんだよな <laughs> <laughs> 猫よけが本当に役に立ってないねよねもう壁つき破ったもん <laughs> もう実行主張するたびに壁つき破ってきたのこいつに関しては <laughs> 壁つき破っていいのはレンボーシックスシージだけですよ <laughs> そこまでしてそうカメラに映りたいんかこいつら <laughs> これがレンんぼだってろお前ら下手くそやけんだ <laughs> また突き破ったわ <laughs> ブリーチングチャージかブリーチングチャージ使ったかお前は <laughs> そしてどんどん猫にとっての日常も日にち上へと 変わっていた赤い来たこっち何があるコウモリみたいに見える猫というよりコウモリみたいに見える そう。昔、この辺りは、たくさんの猫がいたのです。彼らは時として、また私たちの前に主張してくるかもしれません。猫、見つかるといいですね。スタッフ、えー、ゲーム。 マガジン猫を探しています。連絡してください。猫を探しています。連絡してください。素材提供のご協力に感謝します <laughs>。 <laughs> ゴミスチューバのポスターかと思うとだったら、これも素材使ってますみたいな感じか <laughs>。面白い表現の仕方です。Created by I am Shan さん。いつもお世話になっております。次の日6周年おめでとうございます。7年目ですね。俺と同じですね。 というわけで今回は、ああ、スタート画面の散歩も、<laughs> スタート画面までに乗っ取られとるわ。<laughs> というわけで今回は、えっ、ー、と、つの日、猫の日回帰、怪奇談まあ、ホラーゲームだったよね。ホラーゲームだったけどさ、まあ、こんな感じで、つくの日ってねえ、雰囲気ホラーゲームなんですね。結構過去作もね、たくさん出ておりまして、また、この動画から過去の、 動画にサク登ってもらえたらと思います。これまでの動画ゲーム全部実況してますんでね、再生リストから飛んだら過去の動画見えると思いますんでよろしくお願いします。今回はあれやな、主人公が猫やったけんかな。少しも怖くないわ。